はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。サッカークラブ育成シミュレーションカルチョビットアーを始めていきたいと思います。今回は4位のキャピタル東京、弱体化はしているとはいえかなりの強敵ですね。ベストメンバーで挑みます。疲れは全然溜まってない。はるか、夏木、全然問題ない。Cが2つある。イオに交代。さあ試合開始です。勝率はホームっていうこともあり上回ってはいますね。さあキックオフです。チャンス、届かない。ここですね、イエローカードを得ました。先取点を取っております。消えてしまったようで残念。おお、かなり。夏木横飛び、さあこれは緑ヘディング2点目。大喜び、よくやった、やったやった。夏木がゴールキック打った後、美穂がすぐ、さあこの速攻ですね、緑のヘディング。調子悪いですね。よく消えます。何が原因だろう。ファールじゃない。ノーマーク。さあ、サイン会を開けって言ってますね。夏木キャッチ。さあ、前半もあとわずかです。ニオ、ニオ。ヒノだ。ヒノ壊れてしまったが、今、つきがキャッチ。前半終了です。窓からイエローカード。さあ、この窓から変えたいですね。当然、さつきかな。もう勝ちに行きます。イゴールのですね、ワントップですからね。このチームのフォーメーションは。おっと、インターセプト。これをサツキがキャッチ。さあ、飛び込んでいくが、ここ守備が厚い。キャンデロー。ここはパンチングです。あ、結構一気に選手が疲労してまいります。エリカにもチャンスあげたいよね。エリカと変えよう。あとは守備。リオかな。モエとリオを交代。さあ3点目をなんとか取りたい。7個、
ひな形は動きが悪いが、さつきがもう死ん、もうほとんど動けない状態だ。緑がうまく取った。さつきは動けないですからね。さあ、しかしそれを3点目。いいですね。さつきのセンタリング。くるみが弾丸しっかり決めました。選手交代です。3-0。エリカ、これはナツキがキャッチ。残り20分は結構選手、相手の選手前に出てますね。交代枠はすでに使い切っております。ファール。これを、おっと、ゴベス2回目のイエローカードで、レッドカードで退場です。相手は10人になりました。言われ見えたタイミングとはこういうこと。またファールだ。くるみ、さよ、決めてほしかった。見ようかな。エリカー、エリカもしっかり決めた。いい形。ミオが上げて、エリカが叩き込みました。これ4点目ですよ。キャピタル東京に圧倒です。さあ、センタリング、さあ残りもう2分ですね。あとマナミ、ロスタイム、アディショナルタイムが3分、ここは外に出してしまいました。もうほとんど時間、アディショナルタイムは残ってない。試合終了、4-0、大勝です。選手点はですね、まあ、クラーカリバーズでした。くるみ、うまい。ちょっと右にカーブかかってますよね。2点目もすぐさま。25分に取りまして、ヘディング。すぐさまでした。これは危なかった。後半18分。さつきが疲れ、足はほとんど動かない中を、必死のクロス。そこに待っていたのはくるみだった。さあ、これですよ。ゴーベス。おっと、ラリアットみたいになってますよね。これで2回目のイエローカードなので、赤、退場です。これは決めませんでした。ただ、ここですね、ミオがこう上げたところ、エリカ叩き込みます。こうして時間終了となりました。50-50なんですね。シュートの本数がこちらの方が多い。枠内シュートも7本ですからね。4-0で勝利です。これで2位に浮上ですね。リマース大阪とは勝ち点6ですよ。一気にチャンスできたのかもしれませんね。というわけで、リバース大阪を追います。
自動降格回避。疲れはだいぶ溜まってない。次は相手はメンソール那覇、今季は5位です。油断できない相手と言えるでしょう。ちなみに1回戦目は1対1をドローでしたね。 C とか D とか多いんですが、まあ安心はできないってことですよね。はい、というわけでキャピタル東京に大勝いたしました。非常に後半巻き返してきてるんで、これから楽しみです。ぜひご期待ください。よろしければチャンネル登録高評価お願いします。ブログツイッターやっております。説明欄にアドレス記載します。よろしければ見てください。この動画最後の20秒で関連動画、動画プレイリスト表示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。